タイガースの顔、栗谷選手が阪神を退団するということで、はい、大丈夫だね、これ中チャンネルじゃないです、このチャンネル悔しい、すごい悔しくて、さあ、はい、前回は話しきれなかったのでこぼれましたね、なかなか10分じゃね、ちょっと愛は収められないですね。そうなんだよね、前は40分ぐらい話してましたから、かなり成長を見せました。そうか、そうだ、半分ぐらいにはなる今シーズンで、はい、タイガースの顔、鳥谷選手が阪神を退団するということで、はい、寂しいね。鳥谷選手と私の出会いはですねで今回は出会いから始まるんですね。だいぶ長くなりそう、調子になりそうですね。今年はまあ、2003年優勝した年にショートを守ってた現コーチですね、はい、藤本敦コーチのファンで、お2003年に藤本選手は3割打ちました。最終試合で3割に乗せて、でそのオフのドラフトで逆指名で阪神に来てくれたのが鳥谷選手なんですよ、うんうん、だからファンからしたら、ファンからしたら大変だったよ、ね、はい、その時私当時小学6年生で、大好きな藤本選手のそのポジションを奪う存在が出てきたということ で、 そうですよね、しかも3割打ったのに、うん、優勝もしたのに、うん、そのオフに早稲田出身の岡田監督になって、うん、で同じく早稲田の六大学野球のヒーローでもある鳥谷選手が入団して、もう私は正直藤本選手がショート守ってほしいってずっと思ってて、うん、その時はね、なんか鳥谷藤本論争みたいなのがあった、うん、あ、ちょっとまあこっち派こっち派みたいな、そうそうそう、勝手に勝手じゃないですけど、ファンの中で、いやいやいや藤本でしょみたいな、いや鳥谷総攻守顔もいいよみたいなオープン戦とかキャンプの時とかもその2人のそのバトルがどっちが開幕スタメン取るのかみたいなことが注目されていて、私は藤本選手のファンだったから、はい、入団する前から今年のオフの目玉の選手だっていうのも分かってたし、ヒヤヒヤしていて、入団する前から強烈な印象が、じゃあそっからゴールデンルーキー鳥谷選手のファンになるんですか。それはですね、はい、結果的にその2004年の開幕スタメンは鳥谷選手だったんですよ。おで、まあ、そこから今に至るんだけれども、鳥谷選手も最初からめちゃくちゃすごい成績を残してたというわけではなくて、その、まあ、初年度、はい、ルーキー時代はエラーも多かったりとか、まあ藤本さんが好きだったから、ほらやっぱり藤本選手のいいねって思ったりとかね目線的にはそうなりますよね、はい、で、でもその時に今になって分かるんですよ、うんうん、鳥谷選手をタイガースの未来を背負う選手になるっていう信念のもとを使い続けた岡田監督、その先見の明もあってそれを見抜いていて、うん、その時に鳥谷選手をこう辛抱強く使っていたからこそ、うん、こう今の鳥谷選手があるし、出場すれば出場するほど、はい、鳥谷選手も、まあ、波のルーキーじゃないからゴールデンルーキーだからどんどん順応していって、はい、大学生の時からすごかったけれども、そこからさらに努力を積み重ねて、鳥谷選手の一番すごいのは、私はどんな時も試合に出てることだと思うんですが、ルーキーで入団してその後数年してからもずっと毎日試合に出ていて、グラウンドに球場に見に行ったら、うん、絶対にスタメンに名を連ねていて、うん、やっぱりファンは毎日試合に行けるわけじゃないし、はい、年間に1試合しか甲子園に行けない人もいるし、うん、そうですよ、うん、けど、うん、どんな時でも鳥谷選手はショートでプレーしていて、うん、渾身のプレーを見せてくれて、うん、準備を怠らず、うん、それはやっぱり普段の練習とか、うん、やっぱストイックな方だからこそできるっていう、うんうん、ところもあるんです。熱があってもそんなこと言わないし、うん、骨が折れてたって試合に出るし、うん、顔面骨折した時も有名なシーンですけどフェイスガードをつけて試合に出て、クールなイメージだけど、うん、やっぱり熱いと思うし、うん、誰に聞いても、うん、鳥谷選手のストイックさはやっぱ次元が違うみたいで、球場にも誰よりも早く行って、
トレーニングして、うん、全体練習の前に、若手の方よりもですか、若手よりも早いんだって、すごいですか、すごいよね、かっこいい。ここ数年なんてこうあんまり出場機会にも恵まれず、うん、まあ不本意なあの、うん、使われ方だったと思うんですけれども、うん、それでも変わらないんですよね、その試合に臨むための準備、代打になってしまったからといって、うん、あの準備を怠ることもないし、うん、名言があって、はい、トレーニングは歯磨きするのと一緒だって、オフに家族旅行行った時も朝5時に起きてトレーニングして、そう、それ家族の支えもありますね、家族の支えもね、お子さんも多いし、どんだけメンタル強いんですか、かっこいいんだよ、野球のために生きてるんです ね、 すね、うん、私あの高校時代野球部のマネージャーだったんですけど、うん、顧問の先生が早稲田の出身で鳥谷選手と同期なんです、そうなんだ、野球部のその時から本当に人一倍真面目で、もう誰が見てもストイック、本当におっしゃった通り、昔からなんだ、じゃあ昔からなんですねって思って、ね、いやもう本当にヒーロー、本当にヒーローです。私はこ本当に個人的な思いですけれども、うん、はい、あの鳥谷選手が納得するまで現役を続けてほしいと思うし、そうですね、対談ですもんね、そうそうそう、この先も続きますもんね、全然引退じゃないから、うん、まさかこんな形でタイガースを去るとは思ってなかったけど、うん、ちょっと待ってください、泣かないよ、目が大丈夫だ、これ泣くチャンネルじゃないです、このチャンネル思ってなかったけど、なんかこれほどの選手がなんか自分のね引き際をねなんか決められなくなったというか、ちょっと気に入ってきましょうか、すごい大丈夫、悔しい、すごい悔しくて、だから本当にぜひ、まあ、阪神ファンだけど、うん、鳥谷選手はもうここまでずっとタイガースを支えてくれて、うん、若手にもその背中で教えてくれて、うん、ものすごいタイガースにとって損失だと思うし、うん、ぜひ他球団に行ってもう見返すぐらいの活躍を期待してます、うんうん、こう選手の誰もがかっこいいって憧れる存在、阪神園芸の人に話を聞いても、うん、鳥谷選手が守った後のショートのグラウンドは綺麗なんだって、こう足でねこう流して聞いた、阪神園芸の方に聞いた、手広いですね、こう頑張って情報源がすごいね、コネクションを作って聞きたいじゃない、その鳥谷選手が守った後のこのグラウンドはどういう状態になっているのか、やっぱり美しいっていう風に、自分の仕事場だからやっぱりこう整備してないとイレギュラーバウンドすることもあるし、そこをねこう鳴らしてこう穴ぼこをなくすっていうのは鳥谷選手は当たり前のように、諸国さんその鳥谷選手が踏む土になりたいって言ってました私もツイッターか何かで、ね、投稿されてましたよね、土になりたい。